皆さんどうもこんにちは。ミラコファミリー TV のミラコです。そしてマハロです。今日は久しぶりにダイソーネットでね見つけたランキングがございまして、ランキングベスト30ぐらいあったの。その中で私がちょっとこれいいぞとか気になるものとか、あ、欲しかったやつとかいろんなものがあったので厳選して何点か買ってきましたのでご紹介させてもらいます。YouTuber としてやらせてもらってるんですが、ライバルとでも言うのでしょうか、こちらのもちまる様、しおんくんの大好きな猫ちゃんの YouTuber もちまるちゃんの除菌タオル、除菌ティッシュ、もちまるの絵が描かれているのかしら、ちょっと開けてみましょう。これね、もちまるグッズはちょっとしおんにあげようかなと思って、しおんにプレゼントしようか。一人暮らし始めたのでね、いろいろと入り用でしょう。あ、中は普通の除菌のティッシュです。薬局とかでね普通に買えるものを詰め替えてもよしということで、まはちゃんがちょっと荒ぶっとるね。じゃあ気持ち焼きなんでね、うちのまはちゃん。そしてこちらもちまるフリーザーバッグ、私はねフリーザーバッグ大好きすぎるからちょっと開けていきたいと思います。これ実は M サイズ L サイズ両方のサイズが入っているんですね。あらー、かわいい猫ちゃんの足跡が書いてあるジップロックです。これでね私はサラダチキンを作ったり余ったご飯を冷凍したりとかいろいろねしております。はい、これはマウスパッド、これからしおんもゲームやるでしょう。マウスにいつもこの可愛い猫ちゃんがいたら心も躍ることでしょう。しおんくんゲーム配信を一緒にやろうかなと思ってるので、ちょっとねこれでゲーム一緒にやりたいと思います。これはい、ジップロックと似たような感じだけど、これはちょっとね可愛らしい感じの、例えばもう私は旅行に行く時とか、旅行っていうか仕事でねちょっとスーツケースにいっぱい持っていかなきゃいけませんとかいう時はこれになんか薬を入れてきたりとか、あとなんかお化粧スキンケア商品とかそういうのをね入れてったりしてます。はい、最後はもちまるグッズコンパクトミラー、これねサイズもちょうどいいし可愛いからいいなと思ったの。やっぱりしおん男の子でもやっぱり身だしなみ最近ちょっといろいろね気にしています。拡大鏡と普通の鏡と。はい、もちまるグッズはしおんへのプレゼントでした。続いてまいりましょう。これはランキングに入っておりましたかけやすいハンガー 6B。 これね今普通に使ってるやつだと取り外したりするときにこの首をどうしても伸ばしちゃうんだけど、このハンガーを使うとここにこのくぼみのところに首の部分を入れてシュッとスライドさせて、首が伸ばさずに首に負担をかけずにハンガーにかけられるという、ハンガーってるってなんか素敵と思ったハンガーでした。これ丈夫なんですか？それはすんごい重たいものは多分無理だよね。ここがだって1点でしか支えてないわけじゃん。だからちょっとここはちょっとなよなよしちゃってはいる。確かに。続いていきましょう。このダイソーのこのトイレのね便座に貼る便座シート、これはもう我が家ではリピート中のリピートです。いろんな柄が売ってるんで気分によっていろんな柄を買い替えてはおります。でもなんか昔はよく靴下みたいに便座にこうやって履かせるタイプでやってたけど、もう無理よ。なぜならば私はうちはちっちゃい子が多いから、おしっこ回しちゃったりとかつけちゃったりとかして、そのたんびに洗濯してあのポザをしたらもう大変なことなんで、これにしてます。便座のサイズに合わせてカットもできるし、これ実は洗濯して繰り返し使うことも OK。 さあ次、これはもうランキングに入ってました。結構上位に入っていた、フワットモップハンディタイプ、そして取り替えシートで、しかもこれ見てこうやってやるじゃん。こうやってピッとすごくコンパクトに片付けることもできるという素晴らしいね。テレビの下のこういうところとか結構私ホコリがねすごくてさあ、素敵じゃないで、意外と知ってるみんな壁も結構汚れるんだよね。私あんまり本当に壁めちゃくちゃ汚い。あとこのカーテンレールの上ここら辺とかもめちゃくちゃ汚いよね。裏が汚いでしょ。一回やり始めるとまたほらやりたくなっちゃうからね。じゃなくなったらここほらこうやって。キューって脱がしてポイとできるって感じですね。さあ続いてこちらおにぎり保温ケースモノトーン、部活でちょっと空いた時間にちゃちゃっとおにぎりだけ食べるっていう時があるの、子供たちってね。その時におにぎりっていつもサランラップでピピってやってでアルミホイルでくるむんだけど、カバンの中に入れておくとヘニャってしてんの。だけどなんかお弁当ケースに入れるまでもないなっていう時、これ最高だなと思ってさ、ライムとかね、翡翠とか部活の時とかに結構使えるかなと思って買いました。これもランキングに入ってましたね。でこれランキング外なんだけど、うちはもうシオンがちっちゃい時から、上の子はちっちゃい時からこういう落書きブックとか絵が上手くなるブックとか、ひらがな、数字、英語とかいろんなこういうねダイソーオリジナルのこの教材というか、こういうね遊びながらちょっといろんな覚えましょうみたいな本が売ってるの。結構本屋さんにも売ってるんだけど400円ぐらいするわけよ。これやっぱり書いちゃうとさ、もうこれで終わりじゃない。だけどなんか100円だったらまたやりたいなって思った時にまた買ってあげられるからいいなと思って、これはゆずちゃん、こゆきちゃん、そしてりあちゃんの分を買ってきました。続いてこちらです。味付け卵、少しの調味料で作れるゆで卵を4個と調味料を入れる。調味料こんだけ入れて蓋をする。で冷蔵庫で1時間漬け込んで完成。今ちょうどゆで卵が出来上がったと思います。でも残念ながら私は何を思ったか3つしか作ってない4つですね、これ4つなのに何を思ったか3つしか作ってないっていうね。やっぱりそうなるとは思ってたんだけど、本来は4つですからね。この線の部分まで入れました。3つあったら多分上までいってるんだね、きっと。多分こういうことになるんだろうね。というわけでさっきまで、卵をねせっかく茹でるまでは良かったんですけど、ね、その爪の甘さが出ましたね、やっぱり。そうなんだよね、はい、そこがちょっとさ可愛らしいとこでしょ。そうなんですよ、うん、あんだけ誇らしげにね言っといてね、最終的にこうなりますからね。そういうことね。はい、続いていきましょう。先日ですね、ちょっとお魚の竜田揚げみたいのしたんだけど、その時にめちゃくちゃ骨を抜きたかったんだけど、ホームセンターとかそういうとこ行かなきゃないかなと思ったらダイソーにも売ってあったから見てすぐに買いました。続いてこちらバターナイフなんだけど、バターってめちゃくちゃ硬いじゃん。だから私は結構もう最初からバターを切っておいて、なんか何グラムみたいな切れるやつあるからそれでやるんだけど、硬いとそれもできない時があって、その時とかはこれめちゃくちゃすごいなと思って、このおろし器みたいなのがついてるの、おろしの部分がついててね、こういう風にでバターをシューってやると、なんかニュ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 って麺がビュービューって出てくるみたいになるという。本当にそうなのかな。こういうあっうわすごい。これならさ、トーストの上に乗せたらさ、もうさジャ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 って塗るじゃん。やっぱなんかちょっとね気をつけて、マーガリンじゃなくてトースト脂肪酸が多いでしょ、マーガリンって。だからバターにするようにはしてるんだけど、トーストに塗る時にちょっと苦戦してたのいつも。ほらすごくない？めちゃくちゃ感動してる。さあ続いて電気が不要のインテリア加湿ポット。やっぱ電気 USB に挿したりとか電源で加湿するっていうのは結構売ってるけど、うちはねそんなリビングにはパソコンとかはないし、で電源も今混み合ってんの、うち人数も多いから。で電源×水×子供って最悪なの、相性が。電気がいらないってどういうことかというと、このハスキー、かわいいハスキーのポットにここのお皿に座らせますでしょ。でもうこれだけでもうインテリアみたいに可愛い、飾るだけで可愛い。でこの中に水を入れると、この陶器の部分に水が染み込んでいって自然に気化してじんわり潤うという仕組みなんだって。というわけで水をじゃあ早速入れていきたいと思います。はい、こんだけでいいんだから。これだけでいい。こういうとこだったらいいかもしれませんね。ワンちゃんワンちゃん。すごい汚いね、ここね。こういうことはしないのよ、全然。ねえ、なんでみんなそうやってちゃんとできるんだろう、掃除とか。はい、じゃあ続いていきましょう。セブンデイズピルケース。1週間分のそのお薬ボックス。甲状腺のね、手術をして、その手術後からはもう一生飲み続けなければならないという薬が、あります。どうしても飲み忘れるの、私。あれ？ちょっとみんな！今日飲んだっけ、私薬なんだってみんなに聞いている始末。出張とか行った時もなんかジップロックに入れて結構なんか面倒くさかったんですよ。見て、こうやって取り外しができると。旅行とか行く時はもうこれ全部持ってかんでもこれだけ持って行くことも可能っていうことだ。朝、昼、夜、寝る前っていうね。飲み忘れも分かりますもんね、これ。そう、だから私も母とかね、心配だったりする時は、うん、もうこちらで用意してあげて、じゃあこれはいはいこういうふうだよって言って第三者も確認ができると。だから子供たちもなんか「あれ私これ飲んでないんじゃない?」って言ってねって言えるっていう、うん、最後はこちら見て、これさ、おうちでガーデニングベジタブル栽培キット。パクチー、何か育てたいなと思ってもホームセンターとか行くとまず種で、そしてポット、じゃあ土買わなきゃ、肥料買わなきゃとか、なんかいろいろあれも買ってこれも買ってそれも買ってってやらなきゃいけないけど、これセットになってるってすごいなと思う。しかも200円。ちょっと早速作ってみたいなと思います。この袋にコップ1杯約 200cc の水を入れてよくなじませる。3箇所5粒ぐらいずつ巻いてく。で、ちょっと一旦やってみますね。びしょびしょにならないかな、こんなに入れて。はい。全然びしゃびしゃの土ではなく、いい感じの土に変わったの。これをポットに戻すと。すごいぴったり。で、ここをなじませます。なじませたら3か所ぐらい穴を開けて種を入れると。パクチーの種ってどんな種なんだろう。あ、パクチーの種って丸いんだね。で5粒ぐらいずつを入れると。でかぶせてあげて、で芽が出るのを待つと。楽しみに待ってます。ダイソーは本当に定期的に商品もいろいろ変わったり、新商品なんかもいろいろあって、初めて見たものとかもいっぱいあったから楽しかったな。こういったものも前はね、知らなかった。まあ、もちろんもちまるさんグッズも初めて見たし、お勉強グッズとかもどんどんいろんなね、新しいものに変わっちゃったりとかねするので、飽きが来ないよね。買う人買う人でまたね、そのランキングもどんどん違ってくるから、いろんな人のランキングを見て新たなね、ものを発見するのがすごい楽しくて、いろいろちょっとまたやっていきたいなと思います。はい、というわけで今日はダイソーでした。それでは皆さん、またねー。